よいしょ。よいしょ。お疲れ様です。今日はせいやくんが久々に来てくれてるのでリベンジマッチをしたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ラフでお願いします、はい、よく回る、スムース、リターンで、はい、そっちお願いします。お願いします。よし。スピアブです。よいしょ。さあ、リフティン。ジャストです、ロング。さあ、手技です。サーティーです。あ、出るな、迷った。チーチです。
ロングです。よし。ヒットヤムです。よいしょ。ここです。それ。サンティアゴです。はい、もう。もったいない。ホテアブです。モディヒテです。うわあ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よいしょ。ティナブです。ロング。ああ。キャノルです。ああ。パティフティンです。ああ、きつい。ああ、きつい。そう、日本。パティフティンです。ネット。はい。わ。オティサティです。どうです。あー、もったいない。キラキラ飛ばないことが。本当、ごめんなさい。ああ、違うよ。ああ、違うよ。はい、よいしょ。そうか。よいしょ。はい、オッケー。ナイスナイス。よいしょ。は
はい、もうそうなるよ。はい、もうそうなるよ。いや、そうなるよ。よいしょ。ことです。よいしょ。よいしょ。あとです。すいません。兄さんです。おー、ラッキー。ああ、またな。なんかバック調子いいんだな。バックバイクが悪すぎて。よい、はい、よいしょ。よいしょ。うん、点です。はい。よし。よいしょ。お手伝っていいです。はい、よいしょ。あー、手打ち手打ち、耐えた。三三です。よいしょ。よし、オッケー。さあ、ボール始まります。よいしょ。よいしょ。行ってみるです。よいしょ。アウトです。ごめんなさい。ちょっと。いきます。ありがとうございます。サーディフティです。よいしょ。よいしょ。うわ、甘い。はい、もう。やろう。 OK。 それにしてどうすんのよ。もうできてです。よいしょ。はい、おい、もう。はい、おい、もう。三四です。バカじゃないの。あー、楽しいんです。あとです。あー、なんか調子悪い。ティオールです。あー、サーティフティンです。ごめんなさい、すいません。サテロです。
さてホテルです。いやあかんねえ。夜です。また耐えたよ。それは。リターン返します。よいしょよいしょ。本当です。なんか本当にラテヤマ。さてホテルです。よいしょ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 。いや取り切れね。取り切ろう一歩。お手元です。よいしょよいしょ。うわやった。ラッキー。はぁ、あ、はぁ、あ、どうした。はい、なんとか 6-4 で勝つことができました。まあ実質ずっとサーブキープキープで、最後のゲームゆうきさんの
ミスが出たおかげで勝ったと言っても過言ではないぐらい、まあ、正直あんまり自分としても勝ち切ったっていう感じはそんなになくて、やっぱり自分の得意ショットであるバックハンドで打点が合わずにボールが浅くなったり、攻めていく場面でミスしたりするのも結構あったので、ちょっとそこは早急に修正しないといけないなと思いました。で、両手フォアに関しては、まあ、以前と比べてだいぶ攻められた場面で踏ん張れたり、パスも何度か抜くことはできたんですけど、まだまだちょっと精度的に鍛えられる部分かなとも思うので、そこも今後の課題として頑張っていきたいなと思います。まあ、なんとか勝ててよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。結果、4-6 で、僕のリターンゲーム、製薬のサービスゲームはもう簡単に、それこそ法定休憩とか連鎖ついてキープされていたっていうところがあったので、そこの差ですね、後半になるにつれてそこがじわじわ効いてきて、まあ、最後4-5の、まあ、1ポイント目、自分のファーストサーブ入った後の3球目のボールを、そうですね、リスクを負って無理に打ちに行ってネットして、でその次ダブルフォローとしてっていう、それ結局また自分で自分を苦しめてしまったっていう展開になっての、まあ、ゲームセットだったっていったところなので、序盤から中盤にかけてでどこまでその苦しかったところをなんとか耐えて、せいや君のサービスゲームにプレッシャーをかけれるかっていうところではあったんですけど、それが全くできなかったので、まあ、こういった結果になったのかなと思います。結局リベンジできずで悔しいんですけど、まあ、またやれる機会があったら、はい、勝つつもりでやらせていただければと思います。ありがとうございました。